わしが天下御免の YouTuber 前田圭一はっ。こたびの題目は船木みなみの教えて戦国時代よっ、うん、今日やってくださいねご縁の国からやってきた今日も気持ちは南向き。やってるほらやってるやってる。ことは船木みなみです。よろしくお願いします。よし、好きな男性のタイプは頭がいい人です。おお、わしだ。え、いやだとしたらなぜわしこれをやっとるんだ何で教えとるんだわし頭がいいやつが好きなんだ。そうですね、あの、うん、かっこいいなって思う。ああ、なるほどな、博識っていうのが。そうですね、うん、いやそれはもうわしだったら任せてもらいたい。もうありとあらゆる顧問もやったしな、講演会もやってるしいや何なのそのまま今日何の話聞きたいんだ。そう、あの、頭がいい人が好きっていう話を、うん、あのよく友達とするんですけど、戦国時代ってなんかこう戦いとかもいっぱいあったから、絶対戦い考えたり戦略考えたりする頭いい人いっぱいいたんじゃないかなと思って。お、 それこそ前田圭一さんみたいに闇感すごいな嫌味感すごいね、こんなに教えてるのに全然懐かんじゃないかお前失礼しました、うん、まあ、前田圭二さんの他に誰か、うん、あ、戦国時代に頭が良かった、うん、人物を紹介してほしいと、はい、うん、これは非常に現在分かりやすい例え方がござって、これは軍師と、うん、言われるものがおるんだけども、うんうん、まあ、戦国時代に軍師という役職はないんだが、今は軍師というふうに呼ばれている武将が基本的に頭がいい、智将と呼ばれている者たちが多いんだな。軍師、これなんか聞いたことあるじゃん、軍師って言い方自体はなんか現世あるもんな。軍師、軍師、うーん、戦いをこう指揮する人だったりとか戦略考えたりする。ああ、まさにそうだな、うん、これに関してなんだけども、うん、まあ、戦術を考えたりとか指揮をするっていうのは武将みんなやることなんだ。あ、みんなやるんですね。そもそもなんか一部の人間がやっとるみたいな印象があるんだけど、これみんなやる、武将じゃったら。その中で抜きに出た能力持ってるものが今で軍師っていう風に表現されてる。ここまず見とる者たちも知ってほしいんだけど、その中でじゃあ今日はえりすぐりの3人、わしがみたいなえりすぐりの3人紹介しようと思います、はい、まず1人目、黒田官兵衛。お、黒田官兵衛。あ、知っとる。はい、お、知っとる部署来たか。知ってる、うん、あの大河ドラマ、あー、うん、軍師官兵衛。そう、岡田殿がやったやつだな。わしはそれ見ておらんけども、うん、まあ、有名だというふうに聞いとるわ、うん、私も見てないですけど。見とらんのかい見とらんのかい名前だけ。ただわし、なぜあのこれあえて言うけども、うん、黒田義孝って知っとる。わかんないですよ、じゃあ。これ同一人物。え、官兵衛のことはあの黒田義孝と思う。あ、義孝が本名。ん黒田官兵衛義孝っていう名前なんだ。真ん中の名前じゃな、通称って言うんだけど、官兵衛っていうのは黒田義孝っていうな、まあ、もうそもそも名前があるんだけども、うんうん、この官兵衛、まあ、はい、お皆さん知ってるぐらい有名だな、うん、いわば軍師的な存在なんだけども、うん、何がすごいのか、はい、これも簡単なことなんだけども、うん、武将なんだけども城作りがまず得意。お城作り、城作りも武将がやる仕事なんだよ、まず。あ、そうなんですか。おさよ、設計図とかわしら設計もやるんですか。驚いたじゃろう。はい、結構多分みんな戦っとるとか命令するばっかりだと思うけども、うん、わしらすごくマルチなんだわ。すごい、設計士でもあるからわしら。すごい、設計士ってだってめっちゃ頭いい職業。あ、それやっとるかわしら。おー、でその大阪城の設計をしたの。あ、大阪城、しかも大阪城、うん、あの天下の豊臣様のお城を築城したのが黒田官兵衛でした。すごい、縄張りっていう設計を考える。縄張り、縄張りっていうのはその設計のことかな、縄張りっていうんだけど、それを考えたの。でこの何じゃろうか、水を引き入れた、うん、この現世を申せばなんていうの、このウォーターセブンみたいな、分かりますか、もう水の都市よ、水の都市。もう同じワンピースになるもの知らんの。ワンピース、ルフィしか知らない。出てこるんだ水の都市が。
そういうのを最初に作ったんだ、大阪城で。すごい。水を引き入れて交通の便良くしてって言って、うん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 、船とかで行き来できるって。確かに。考えても効率性とかをすごく。で守りも強い。守りが強いんですか？守りも実際エリア強い。その後に徳川様と豊臣方で戦をするの、大阪城で、うんうんうん、大阪の陣って有名な、はいはいはい、エリア手こずったからな。そうなんですね。官兵衛が考えたやつ、2,30 年前に考えた設計が大活躍するんじゃから。え、すごいじゃん。最新式ではないけども、ずっと強すぎるってなっとったんじゃから。見据えてたんですかね。うん、そういうことよ。すごい、かっこいい。頭ない、良くないとできんだろ。うん、え、かっこいい。他にも、これ合戦、うん、合戦部門、うん、戦わずして勝つ。戦わずして勝つ。戦わずして勝つ戦略を考える。え、なんか現代チック。だからその礎だわ、うん、元祖だわ、だとすれば。え、具体的に。カン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 、ヒュンヒュン、バン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 。そんな時代じゃないな。うん、とりあえず囲って、あの降伏する前待とうか。だから例えば人数たくさん集めて、この人数に勝てると思うかっていう風に見せたりとか、でそれをやりながら兵糧攻めって言って、うん、飯が底をつけるのずっと待って、こっちはもうずっといいもん食って、1日3食食って、お前たちも食えんだろってみんな断食させて、それ断食しちゃうと死ぬじゃろ、うんうんうん、ずっとそれを待つ、戦いにくなる。なるほど。あとは水攻めって言って、うん、城をもう水もう引っ張ってきて、もう日本沈没じゃないけど、その城沈没させる。すごい。だから戦う人がない、だからこっちの兵がな負傷することがないっていう戦い方を考案したわけよ。え、すごい。戦国時代にもう黒田さんはそれを考えてたと。さよう。それであの秀吉様は出世したわけ。じゃあ立役者。さよ、秀吉様が出世した原因はこの黒田官兵衛義隆にある。はあ。で今秀吉様出したんだけど、ここがもう一つすごい点、先見の明があった。先見の明があった。だからこの先どういう風になってるかなっていうのがよく分かってる。その城作りでも 2,30 年後でも生きてる城ができてるぐらいなんじゃから、この先誰についていくべきか。もともと播磨っていう兵庫県の方のちっちゃい武将であったんだ、うんうんうん、そっからもうズバーンって出世したんだけども、これ誰かっていうと、こう主君選びが良かった。なるほど。しついていく氏はやっぱ選ばないとダメなんですね。信長様が台頭してきた時に従うかどうかって時、すぐ従ったんだ。織田についた方がええって、その織田家の中でも誰に従った方がええかってなった時に秀吉様を選んだ。結果秀吉様天下も取った。確かに。ということで、まあ、軍師の名を欲しいままにしてる黒田官兵衛義隆は誠に貴重でござる。かっこいい。いいだろう。今ランキング1位ですね。お、誠。じゃあ他は出すぞ、はい、続いて、うんうん、竹中半兵衛。竹中半兵衛これまだ知らない。全然知らないです。俺、竹中半兵衛は重治っていう名前なんですけど、うん、竹中半兵衛重治っていうんだけども、あの竹中半兵衛は実は黒田官兵衛と並ぶ軍師と言われている。へー、並んでたんですね。黒田官兵衛、竹中半兵衛、2人合わせて両兵衛っていう。確かに名前似てる。すごいじゃろ、コンビ名みたいなの勝手につけられてるから、ね、別に名乗ったことないんだけども、現世で勝手に両兵衛っていうユニットなるものを勝手に組まされてるぐらいできとるのよ。ただこのものは美濃の出身でござって、うんうんうん、あの半兵衛殿はそれこそ斎藤家って美濃の国の信長様が支配する前の、うん、あのお家に仕えておったんですけれども、うんうんうん、まあ、結果信長様に仕えて秀吉様に仕える、うんうんうん、なのでまあ官兵衛とすごい境遇は似とるんだけども、だから同じように先見の明があったんだけども、すごいところ、少数で城を乗っ取る。少数で何人で城を乗っ取るの？ちなみに岐阜城、岐阜城乗っ取ったことがあるの？少ないんですよね。少ない。216人って言われてる。16人で主君の城を乗っ取ってもらった。16人。信じがたいじゃろ。これ私も信じがたいんだけども。16人。まあ主君がな、まあダメな人間でござって、このままじゃいかんなって、お気を据える意味で家臣でやった半兵衛が乗っ取りをしたんだろう。で追い出したの。
思い出した。でもすぐ返した。だからちゃんとこれからしっかりやってくださいよ。こうやってすぐに寝首かかれますと、っていうことを伝えるために。すごいじゃん。かっこいい。1日で帰る。1日で取って1日で帰る。パッすぐ帰る。パッて。うん、パッて帰る。そんな話も持っとるし、あとは美男子。お前結局顔ではないか。結局顔。いや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 、お前頭がいいやつが好き言うたけど、手叩いとるから他の話全然手叩かなかった。美男子っていうのその文字だけでも引っかかっとる。全然頭ではない。全然頭ではないぞ。大丈夫か。大丈夫です。いけません。試しに言うたけど、はい、ちなみに中性的な顔立ちで、うん、女子にも見えるぐらい綺麗な顔であった。あ、じゃ綺麗めな感じなんだ。今時多分モテる。おそらく。なるほど、今時の。今時な、うんうん、あの面構えである。だ小町アイドルになりそうな、うんうんうん、中性的な顔をしておる。全く頭がいいと関係ないけども、ちょっと補足で今入れてみた、あえて。でもう一つ、はい、主君を助ける。これ何かというと、うん、長篠の戦いっていうあの鉄砲での有名な合戦の時に、秀吉様も結構偉くなったと思うんです、うんうんうん、で秀吉様の家臣であったんだけども、うんうん、武田軍がガーッと動いたんだから、うん、それに秀吉様が、よし追撃じゃ追っかけるぞって時に、半兵衛は動かんかった。え、なぜ動かんっつって、うん、行くぞって、いや秀吉様今は動いてはなりません。結果どういうことかというと、陽動作戦だった。それに引っかかっとったら、もしかして秀吉様はやられとったんだ。それをもう見とった。これは陽動だ。分かっとった。横から疲れてまいってまったら。なぜ動かんかったんだよ。この位置をずらしちゃならんって。すごい。だ、主君の命を救ったって。イケメンが。うん。すごい。イケメンで病弱。しかも病弱なんだ。絵に描いたような現世の女子が好きそうな絵に描いたような肌が白くて病弱でイケメンで頭がいい。もう助けたい。ただ病で早く亡くなってます。あ、そうだったんですね。ちなみにわしの家臣の者たちを、うん、あの半兵衛の息子に預けたけど、わしは、おお、うん、すごく優秀な血筋だから、わしも、うん、もう認める血筋。おー、じゃあ関係があったんですね。あ、先生、わしと関係ござる。もう一つ、戦法がすごかった。戦法、あの、十、うん、面っていうな、あの、うん、戦法がござって、あの、要はすごく簡単なことなんだけども、うん、敵がどっから進軍してくるかっていうのは、予想するわな。うんうん、まあ、大体そうですね。合戦になったら。うんうん、に多分、ここが来るだろうって隠れといて、通った瞬間に背中になってから攻撃するっていう。っていう戦法を結構早い段階で考えついて、織田軍を撃退する。信長様を倒しとる。撃退、退けさせたっていうのが一回。あの織田さんを。織田信長様を倒したっていうことで、これは頭が良くないと無理じゃん。では続いて、うん、続いて、あ、ちなみにどっちが良かった？官兵衛か半兵衛。半兵衛。おっ、半兵衛の方が早いな、お前早かった。続いて、渋いところ。渋い、はい。大元節斎様。名前かっこいいじゃん。かっこいいですね、なんかこう走り抜ける感じが、はい、この方は武将ではなく僧侶であった。え、僧侶。え、お坊さんなの。そう。え、お坊さん。さよ、だから武将ではないで、戦う人間ではないんだけども、うん、軍事的役割を果たしてた。師匠、お経を読まずに戦う。まあそうじゃない、お経は読みながら戦うことはないけどもお前出る前にお経は読んだ人だけども、確かに戦いながらお経を読むことはないな。これどういうことかと思うと、今川義元様の家臣、うん、あ、今川焼き、うん、どんな覚え方、うん、こういう家紋です、うん、そうそうそう、あと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 、それよく覚えてる、はい、それはあと今川義元様の家臣で、今川家を盛り立てた人物であるし、これすごいのがまず交渉力。頭がいいのって交渉力すごいじゃん。交渉力大事。高尊寺三国同盟、はい、え、ん？高、うん？高尊寺三国同盟。高尊寺三国同盟、おー、よく言えたな。戦国時代の漢字で結構長い部類入るでな、これ覚えておくと面白いんだけど、これは高尊寺っていうのは国の名前な。あ、うん、海の国、はい、
うん、そして相模、そう、あ、うん、駿河駿河、あ、高尊駿河、三国同盟、これを結んだ方でござって、今川家、ほいで北条家、ほいで武田家を取り持った方なんだ。すごい、あのバチバチにやりと、うん、やり合っとった決勝戦をやっとった中を、うん、まとめた人物。仲介してたんだ。すごいじゃろ。これがなかったらまた時代も違ったって言われてるぐらいだから。その同盟ってどんな内容？まあまあみんな仲良くやってこう、まあ、戦っとるで、そういう感じ。もうみんなとりあえず一旦は落ち着いてまいる。まあ結構早く亡くなってまうんだけど、破棄されるけども、うんうん、そんなに荒ぶっとる面々をまとめるっていうのは相当交渉力がないとできんよっちゅうこと、うん、確かに。そして続いて、うん、教えるのがうまい。おお、教える頭がいいのと教えるのがうまいじゃん。これ大事やな、うん、いわば教師なの。あ、先生なんだ。先生やった、大元節祭様は、うん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 、誰のやったと思う？特定の人？特定。誰だ？ヒント。もう名前出した。あ、秀吉さん。違う。すごい。今が吉本様だ、まあ、そうな、これだ。家臣言うたね、まず一つ出て当てれたはずなんだ。主君の今川義元様の教育をし、はい、そしてもう一人意外な人物。意外な人物？意外な人物。ヒント。みんな知ってる。みんな知ってる？うん、片っ端から言おう。織田さん、秀吉さん、徳川さん。正解。お、徳川家康様の教育者でもあった。そうなんですね。徳川家康様が今川家人質の時に勉強をしてた家庭教師、大元節祭様。この時に帝王学を教えて、それが結果的に徳川様が天下を取って260年続く江戸幕府を築いたの。だって大元節祭様に出会わんかったらば江戸幕府もこんなに続いとらんかもしれない。じゃあ江戸作ったのもともとは節祭の教育があってっていうのは大きく影響してると思います。でもう一つ、生きとったら今川家が桶狭間勝っとったかもしれない。実は桶狭間の戦いの前にも亡くなっとるんだ。そうだったんですね。うん、なのでこの方生きとったら桶狭間で織田軍倒しとったかもしれんと言われる。あんなことは起きておらん。まず負けるようなことはなかったであろうと言われてる。そんなにすごい人なんですね。さよ、今川家の重要人物なんだ。なるほど。自称僧侶なんじゃけどね、お坊さんなのに。すごいじゃろ、あの有名な合戦の歴史を変えるぐらいの影響力ある方じゃから。さあこの3者どうじゃった？うわー、それぞれやっぱ得意分野というか、うん、頭がいいって言ってもやっぱいろんなタイプの頭の良さありますね。お、今だってもう分かりやすくいろんなやつでちょっと紹介してみたけども、うん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 、好みのやつおった？やっぱりでも美男子。お前勘弁頭の良さ関係なし。いやでももう一個もう一個ありますよ。イケメンだけじゃない、うん、なんかその岐阜城をね乗っ取って、でもそのまま乗っ取ったままじゃなくて、ちゃんと主君様にお返しして、こうなんだろう、教えるというか。後付け感すごいな。違う、でもやっぱそれ謙虚な姿勢って大事。うん、頭のいい人ってこう調子乗ってこうあれじゃないですか。結果、船木みなみの好きな人は、頭がいいではなく、謙虚でイケメン。あ、そう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 。いやお前最初に頭が好きな人がいいから教えてください言うたのに本末転倒。試しにわしも入れてみたけど、どういうことになるかなと思ったら、はい、案の定こういう結果、世の男たち、こういう女子に騙されるでないぞ。また会おう。 YouTube 他の動画もご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。船木みなみ、Twitter、Instagram やってます。チェックよろしくお願いします。お主、チャンネル登録をいたせ。